ました。この後まだまだスポーツが続きます。バレーボール V リーグ男子決勝、40点を超える熱戦を制したのは心がつなぐストーリー。3月30日プロ野球開幕ゴーイン。バレーボール V リーグ男子決勝は壮絶な戦いになりました。青のパナソニックが2セットを連取するも白の大野も意地を見せます。後がない第3セット、40点を超えついにセットポイントを握った東レ。相手のエース筒川を封じこのセットを奪い返します。しかし最後はパナソニックの攻撃陣を止められず、パナソニックが2シーズンぶり3度目の優勝を果たしました。